こんにちは今日は2次関数の定義域と最大値最小値ということを考えてみたいと思います2次関数のまず定義域ですねこれはどういうものか x の関数で x が取り得る値の範囲というのが定義域になります具体的な問題で考えてしまった方がわかりやすいかもしれません これ教科書にある例題です。y イコール x 二乗マイナス 2x マイナス2とあったときに、次の定義域での最大値最小値を求めましょうというのがある教科書での例題です。で、1番、x はマイナス1以上4以下。2番はマイナス2以上0以下。x がこういう 定義域にある時にこの2次関数の最大値と最小値はどういう風になるだろうそれが教科書の例題ですこの1番の方をちょっと見てみましょう今日は関数グラフアプリで見てみたいと思います今日はジオジブラという関数グラフアプリを使ってみたいと思います ここに関数を入力します。この下にキーボードが見えてますね。y イコール x 二乗マイナス 2x に x マイナス2というのが教科書の例題の 関数でした皆さんもできると思いますけれども、標準形に直すまでもなくこんな風に表してくれました。今度ここに、x の定義域を入れます。定義域は最初の問題はマイナス1から4ということでしたので、ここに2つ目に、マイナス1以上、x は 4以下。こうして入れてあげると、こっからここまで。x がマイナス1から4までが定義域。ということがすぐにわかるようになっています。そうすると、グラフはここから始まって、頂点を通ってここまで。というのが、y の範囲になります。そうするとどうでしょうか どこに最大値あるでしょうか。ここで点を打ちましょう。点というものを取って、ここに最大値ですね。ここにあります。この時、最小値は、一番小さいのはここですね。頂点のところに、最小値があります。 という形で、最大値はどこにあるのか、最小値はどこにあるのかというのが、すぐにわかります。この時、グラフからわかったことは、x イコール4の時に、最大値は6。x イコール1の時に、まあこれ、頂点ですね。下に凸のグラフの頂点。最小値はマイナス3ということが、グラフからわかります。 グラフで分かった時には、その端の値、この4、これを、ここに代入して計算すると6。これは、x イコール1の時の最小値というのは、実はこれが、標準形で表せていれば、頂点の座標から x イコール1の時にマイナス3と。 いうことが分かるということになるので実際には皆さん計算しないといけないかと思いますそれでは続けて2番 x が -2 以上0の時これも関数グラフアプリで見てみたいと思います先ほどのグラフ同じグラフですねここに次に定義域を入れたいと思います ここでは定義域はマイナス2から0でした。マイナス2以上、x は0と。ここからここまでになりました。そうすると今度はこの定義域には頂点を含んでいません。こういう場合もあります。 軸から左側だけの場合、軸から右だけの場合、そういうことがあると思いますけれども、今回は軸から左だけですね。点を打ってみたいと思います。そうすると、最大値はここにあります。一番左、x イコールマイナス2の時の値が最大値。そして、x が0の時の y の値が最小値。こういうことになりました。そうすると、今のグラフから、x イコールマイナス2のとき、最大値は6。これは計算してみてください。そして、x が0のとき、00ですから、マイナス2という最小値になります。こんな形で、グラフを見ることによって、最大値最小値を、 どこの点に来るか、そういうことを理解することができます。このように、グラフを書くことによって、頂点を含んでいるときは、頂点に最小値か、また逆に、上に一つのグラフの場合には、最大値が来ます。そして、頂点を含まない範囲のときには、 定義域の両端にに最最大値か最小値か小が来るとということになります皆さんいろんな関数についてこの関数グラフアプリで数値を代入したりして確かめてみてくださいそしてそれから自分でペンとノートで勉強するとより具体的に深まり得意になるかと思いますそれでは今日はここまでです是非 このチャンネルの登録もよろしくお願いします。